こんにちは、高見です。片足スクワット30回をまずこの動画で皆さんに見てもらいます。嘘です。はい、ということでめちゃくちゃ久々の投稿。僕が抗がん剤を、この半年ぐらいやっていたので、治療に、がんのですね、治療に、専念していたっていうのが一応理由で、この動画も撮るか実はすっごく悩んだんですけど、実際抗がん剤を入れた側ってどうなの？もし今後治療を検討されている方のための、一つの情報としてだったり、今ってコロナでその治療を受けている患者さんがどんな入院生活をしているのかっていうのとか、どんな状況なのかっていうのは全然家族側も見れないと思うので、実際こんなんなんだぞっていうのを、ちょっと伝わればいいなと。抗がん剤の簡単な概要の部分と、あとは副作用っていうことに関してちょっと喋っていきたいなと思うんですけど、まず抗がん剤ってどんなものがあるかっていうと、もう本当それぞれで、僕も全然知識ないんですけど、点滴で入れるものがあったり、飲み薬のものがあったり、あと期間でいうと、大体1ヶ月に1回薬を入れて、副作用の様子を見て、もう一回次入れてっていうのが多いとは思うんですけど、要は効果があれば治療を続けると思うので、大体1回2回3回試しでやって、つまり3ヶ月間ぐらいやって終わるっていう人もいれば、もう効果があればずっと入れ続ける人もいれば、僕が今回入れたのもそうなんですけど、強い、体に負担がかかるから何回までしか使えないよっていう抗がん剤もあって、とにかく薬の種類がめちゃくちゃあるので一概には言えないんですけど、今回僕が入れたのがアドリアマイシンとシソプラチンっていうやつを、いわゆる軟骨肉腫、骨系のがんによく使われる、抗がん剤の中でも多分一番っていうぐらい強いんじゃないかなっていう、効果も高いけど、副作用も強いっていう、大体6回ぐらいを基本的な限度として、それ以上は入れると心臓の負担になりますよみたいな、薬を今入れてるわけなんです。それ僕は5回入れたんですけど、大体1週間が入院で、退院して、自宅療養っていう感じです。でこの1週間に何してるかっていうと、まずはこの薬を入れるっていうことと、薬を入れると今度肝臓とかいろいろ負荷がかかるらしいので、その生理食塩水っていうんですか、わかんないですけど、体にそのお水を入れてどんどんおしっこに出すっていうのを、後の日にちはやってます。これがすっごい夜中も続くぐらいずっと点滴を入れてるっていう状況なんですね。じゃあ入院中は何するかっつったら、あとは点滴をこう入れられて、あとはご飯とトイレ行ってだけなので、別に何してるってわけじゃないんですけど、何を頑張ったかって言ったら、トイレを頑張りました。トイレに行きまくる、とにかくしたくなる、これでございます。それを頑張った。まずドラマ、これ僕のイメージですよ。ドラマとかでは抗がん剤入れるともう体がダメになるとか、もうボロボロになるとか、うわー、気持ち悪いみたいな、暴れるみたいな、そう、そんなイメージがすごくあるんですけど、もう今全然そんなことはないです。じゃあその副作用って実際どうだったかっていうと、まずは気持ち悪さ、吐き気って言われるやつですね、の状況で言うと、ご飯は3食食べれます。状況的に、もちろんちょっと気持ち悪くて食べれないっていう人も中にはいますけれども、全く食べれなくなるっていう人は周りにはいなかったです。個人の差で出やすいので言うと、例えば車酔いとか船酔いが起きやすい人、起きにくい人、起きやすい人はやっぱり症状出やすかったりとか、あとはお酒に強い人、お酒に弱い人、お酒に強い人はやっぱりその副作用も弱かったりっていうのがあるらしいです、実際に。でちなみに僕はお酒めちゃくちゃ弱いですし、車もわりかし酔いやすい方だから、多分副作用としては大きく出やすい方の人だと思う。吐くことはなかったです。僕は周りでもあまり見ないです。おえみたいなシーンよくドラマでありますけど、ないです。ただし吐き気はめちゃくちゃあります。なんで吐かないけど吐きたいみたいなっていう、この微妙なところ
で、多分今薬がすごくいい薬が多分いろいろできて、吐き気止めも一緒に入れたりするので、結構あの戻したりっていうのはないですね。はい。で、まあその気持ち悪さでいくと、まず入れて2日3日後ぐらいに、ガツンときます。気持ち悪さ。ちょっと熱も出たりして、なんて言うんだろう。船酔いしてる感じ。ずっと船酔いしてる、二日酔い、車酔いしてるっていうのをマックスの辛い時がずっと続く感じです。それが3日間ぐらい、だいたい僕の場合3日間ぐらいその状態なので、結構ここ辛いです。同時にこれ結構ね、もしかしたらこっちの方が辛い人多いかもしれないですけど、しゃっくりが出ますってで、このしゃっくり、まあしゃっくりじゃんって思うかもしれないですけど、結構強烈のしゃっくりです。今までに体感したことないぐらい体の底から来る、ういっみたいな、ういっみたいなのがこう来るんですよ。で、起きてる時はまだいいんですけど、寝てる時の突然来るこれが地震かと勘違いするぐらい体が揺れるぐらいこのしゃっくり来るし、続く人はこれ全く寝れないし落ち着かないので、これしゃっくりしかも医学的に解明されてないらしくて、結構止めれないんですよね。なんか薬はあるらしいんですけど、明確に止まるようなものがあんまりないみたい で、ずっとしゃっくりしてると呼吸もしづらいし、落ち着かないんで、これ多分精神的に一番辛いですっていうのが、まあ、その気持ち悪さと同時にこの3日間ぐらいに強烈なのが来て、でそこから気持ち悪さは収まるんですけど、まあ、1週間ぐらいで退院なんで、退院した後プラス、まあ、1週間ぐらい、あー気持ち悪いって口から出すぐらい気持ち悪さが続きます。その後さらに1週間ぐらいはこう 胃のムカつきみたいなのが続くって感じです。だからでかいのが3日間、その後1週間ぐらい弱ぐらいが続いて、最後1週間ぐらい弱い胃のムカつき みたいなのが続いて、そっからすっきり治ります。なのでもうそっから食欲ガンと出るんで、ちょっと僕はそっから太っちゃったんですけど、気をつけてくださいって感じです。まあっていうものですね。であと食べ物の制限、これちょっと抗がん剤とか病気の種類によって違うと思うんですけど、まあ、骨とかそういったものは、基本的にはないんですけど、抗がん剤って入れて2週間後に、免疫力下がるんですよ。免疫力下がるっていうのは、その体をこう周りから入ってきた菌をやっつける菌を、まあ、ちょっとまあ戦う体の免疫力がもうそんな体の仕組み的に下がっちゃうらしいんですね。なのでこの時は菌に対して弱いので、生ものとか発酵食品、生野菜、果物、お刺身系とか、もうお刺身とか絶対にダメですよ、ね、っていうのが、一応ダメですよって言われます。なんか食欲がだんだん出てくる時期なので、2週間後ぐらいっていうのはめっちゃ食べたくなるけど食べちゃダメみたいな、生卵ダメだけど TKG が食いたくなる、ダメって言われれば言われるほどで、まあ食べ物っていうのは終わりです。これでその後は大丈夫です。で、次来ました、よくみんな言われる髪の毛。そう、抗がん剤入れて3週間目についに来ます。髪の毛が抜け始めます。ハゲちゃうやんって思うんですけど、ハゲではないんです。一応これまた生えてきます。これちゃんと抜けるんですけど、で髪の毛っていきなりこう抜けるっていうよりかは、抜けるというか引っ張ったら抜けてくるって感じです。で髪の毛洗ったりとかこう引っ張ると抜けるって感じです。なんかこうパサーって落ちてくるようなものではないので、なのでもしかしたら全く触んなかったら抜けないのかもしれないですって思いました。で僕はちょっと抜け始めてきて、こう触るたびにこう抜けるとか、あと排水口にこう毎日こうなんかこう毛が溜まるのが嫌だったんで、僕はもう自分でこれ実は毛剃ってるんですよ。いつも剃ってるので実際どこまで抜けたかっていうのは分かんないんですけど、多分引っ張れば引っ張るだけ抜けるので全部抜けるんだと思います。4週間目ぐらいからはあんま抜けにくくなってくる来たので、僕はそっからまた生えてくるんですよ。で生えてくるのはちょっと赤ちゃんみたいな柔らかい毛が生えてきます。ソフトの、そうです、
赤ちゃんの逆もねみたいな、まあ、その後どうなるかまだ伸びてないんで分かんないんですけどっていう感じですね。で多分3回4回繰り返したことで、まあ、すね毛だったりとか、まあ、大事なところの毛もそうですし、ヒゲだったりも抜けます。その3週間目の時期だけ、他はもう普通に生えてきます。で眉毛は僕意外と残ってますね。鼻毛が抜けるのは処理は楽ですよって感じです。そう、肌ちょっとね、分かるか分かんないですけど、すごいシミがめちゃくちゃ出てきます。ただこれ多分すごい出る時期となんか収まる時期があると思うので、抗がん剤やめればまた消えてく気がするんですけど、多分過去日光すごく当たった場所とかがすごいシミが出たり、肌が黒くなったりっていうのがところどころ出てきますとか、めっちゃ老けた感じは正直出ます。抗がん剤多分僕入れたのって結構強いやつで、祖母じゃない多分抗がん剤って多分ここまでないんですよ。多分気持ち悪さも全然なく、もう翌日から1日入院とかじゃなくて1日点滴で終わるようなものもあるらしいんですけど、それも翌日から普通に仕事できる人もいたりとか、あとは髪の毛がその弱くなるだけとか、色が抜けるだけ、銀色にみたいな感じでになるだけっていうのもあるので、どちらかというと完全に抜けちゃいますっていう抗がん剤の方がもしかしたら種類としてはかなり少ないのかもしれないです。個人差あるのでわかんないですけど、であとは別に元気です性格変わるわけでもないし、別に気持ち悪さが出る、大きく言えば気持ち悪さが出るだけなので、体感的には別に元通りなので、もちろんその辺はお医者様がいろんな情報をもとにどこかの、ね、臓器が悪くなる前には止めてくれると思うので、まあ、体が元気なうちにやるっていうのは、逆に言うと薬を入れれるっていうことはそれだけ、体が元気な状態なの で、 そうです、まあ、入れれるのもいいことな選択肢があるので、まあ、あとはもう検討されている方は、少し参考にしてもらえればなと思います。